はい、ウィーナーカップということでですね、盛岡の11レース日曜日の、まあ、地方重賞ですね、こちらの予想をしていきたいと思います。こちら3歳の M3 競争ダート 1400m となっていまして、まあ、ダービー路線を使ってきて、まあ、距離延長で苦しんだ馬、まあ、もしくはあの3歳春に成長していく馬に追い抜かれた馬みたいなところがね、いろいろ苦しんだ中で、まあ、距離短縮した方がより良いぞと、ダート2000は長かった、 僕ら中距離馬短距離馬やねんという馬たちが集結した結果ね、こういった形でいきたいと思います。軸は6番マルルットゥ、まあ、決闘的には、ね、長めの距離もいいかと思いますが、やっぱね成績は1004あたりが一番いいんですね、まあ、この距離で今年重賞を勝っている実績は、まあ、そしてダービー等で負けてですね、比較的人気を落としてくれればなお良しということで、復活に期待をして軸でいきたいと思います。そして1番ビッグタマテルーフ、まあ、ダービーではね惨敗したものの、この馬もね距離短めの距離でねちゃんと成績は、ね、出てた馬ですから、距離延長が良くなかったんだ、ステイヤーじゃないんだということで、まあ紐に入れておきたいと思います。そして3番カクテルライト、この馬はね1000マイルぐらいまでをずっと使ってきた馬でね、前走もマイルの重賞で2着という形になります。まあ、2歳児にはこの距離で重賞圧勝までしてますからね、若駒賞だっけ、まあそんな感じでね狙っていきたいと思います。そして11番ボサノバ、まあ、ここ5戦で4戦重賞を使って全部馬券圏内と安定してますね、まあ、それもね全部ねマイル前後の距離ということで、非常にここが狙い頃じゃないかなというふうに思っています。まあ、そして12番サンエイブレイブ、ダービーの3着馬、この馬逆にダービーは3着に来たけど、まあ、短めの距離では目立たなかった、まあ、上り馬なのか、でここに来て身が入ってきたというべきなのか、いやこの距離距離短縮ダメに決まってんじゃん、お前は中距離長距離路線メインの、ね、クラシックディスタンス行っとけよというタイプで、クラシックディスタンス行くには僕ちょっと弱いねん、もっと強い馬いっぱいおんねんみたいな感じで、ここにワンチャンかけてきたのかなみたいな感じで、紐までの評価でやってみたいと思います。まあ、そんなわけでね、今回もいつも通りのこういった出目でね狙っていく形にしたいですね。まあ、そんなわけでまた地方住所も含めてねバッチリやってきますのでね、メインチャンネル笛ガム TV の方で、まあ、今週は低陽賞も動画が上がっております。まあ、そしてですねこちらの方ではそこのねその辺のレースの買い目だったりとか、あとはね重賞予想 JRA オープン3歳特別戦地方重賞、まあ、あとはね POG なんかも含めていろいろやってきますので、チャンネル登録それぞれぜひよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。